先生よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんおはようございます。新潟の方から、昨夜、参りましたインスパイアの横田と申します。今日はよろしくお願いします。ちょっと簡単に説明をしたいと思うんですが、今ですねここにプロジェクターで、テキストのレジュメが映ってると思うんですけど、でこことここに何か出てるじゃないですか。でこの上に出てるのとこにちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ここに、横田さんおはようって書いてるの見えますか、なんとなく。でこれはあそこいると横田さんおはようって書いてると思うんですけど、この下にあるものが、今ですねここ何人になってるか、5人視聴中ってなってるんですが、インターネット上で5人の方がこの配信してる映像を見てるんですね。世界中で5人の方、まあ少ないですね少ないんですけど5人の方が見ていて、でこの映像を見て、高橋さんという方がおはようって書き込んでるのが見れるんです。まあ、今までの感覚だとテレビで例えばアナウンサーがおはようございますって言ったのに対して、皆さんがね茶の間でおはようって返してもテレビの画面出たりすることないじゃないですか。だからこれはインターネット上で、発信者側とその見てる側受信者側が、一緒にこうコミュニケーションが取れるというインターネットならではのツール で今日おそらく、分かんないけどここの方に、ネット上で見てる方の書き込みなんかがこう流れて動いて出てきますので、まあ、その辺も楽しみながら視聴者数が増えるかどうかとか、見ていただきたいなと思います。こういったのを、まあ、今最先端の、ソーシャルメディアと呼ばれるもので今世界中で、ブームになりつつあるものです。こういったものをですね今日は、お話ししていきたいと思いますので、あと言ってたら6人になりました。はい、これまさにですねテレビの視聴率って本当なのって感じじゃないですか。 10% とかって言ってもこれもリアルタイムにこの数字が変わるんです。だから皆さんが、ここのアドレスにアクセスしていただくと、一気にですね20人ぐらいになります見事に、まあ、なるんですけど、という感じで今日はですねやっていきたいと思います。じゃあ今日よろしくお願いします。はい、今日はですね、シニアのためのソーシャルネットワーク入門セミナーということで、実はこういうですねソーシャルメディアビジネスにつなげる秘訣っていう小冊子を私が書いたのがあるんですね。でこの内容はもうソーシャルメディアをこれから、やっていきたいっていう方に、まあ、分かりやすく書いた内容で、これをもとに、スライドで今日は動画で話していこうかなと思っておりますので、ぜひお楽しみにしてください。ではですね早速なんですが、一応こういう言葉から入りたいと思います。本日のセミナー始める前にということで、勝間勝代さんって皆さんご存知ですか。勝間さんがこういうことを言ってました。利益とは、ライバルが参入するまでの時間であると言っていて、でこういう新しいソーシャルメディアみたいなのが出てきた時に、早く取り組んでおけば先行者利益といって、それで儲かってる方がいらっしゃるんですね。で、後から行くと結局価格競争に巻き込まれるので、先にやっていこうねということを言ってるんですが、そう言っていたらここにほらね、みんな、中継見てねとか横田さんよろしくですってコメント今動きましたよね。これリアルタイムに見て私が言ったのを聞いて、高橋さんってこれ札幌の方なんです。札幌の方がコメントを返してるってことすごくないですか。生ですからね、生で見てくださってさらにこう返してるというものですので、私の話がつまらなかったりすると、つまらないとかって入るかもしれないですよ。それ間違ってるよとかねっていうものなので、まあ、講師としてもうかうかできない内容なんですけど、今日はですねやっていきたいと思います。で最初にですね、まあ、自己紹介すると、私1時間ぐらいすぐ喋っちゃうので、時間が短いので自己紹介代わりにちょっとこういうものを見ていただきたいと思うんですが、ソーシャルメディアというものを今日お話していくんですが、そのソーシャルメディアって、何なのっていうところから、どういう最新の情報あるのっていうことを、私はインターネット上で配信してるんですね情報。でそれに対して、み
みんなはどこの情報を参考にしていますかっていうアンケートを取ったんですね。1000名ぐらいにアンケートを取ったところ、私の名前、この赤い枠のが私が配信しているページなんですけど、を参考になったよっていう人がいて、一応全国2位の評価を得てるらしいと。で、1位はこの熊坂ひとみさんという方と、ソーシャルメディア研究所って、これ同じ会社っていうか、ソーシャルメディア研究所は熊坂坂さんが運営している会社なので、まあ、これ一律同じで、その次に私がつけているらしいということで、一応最先端で、いろいろいい情報を今日聞けますのでお楽しみにということで、早速ですね、内容に入っていきたいと思うんですが、まずですね、もう超初心者用にということで今日お話しします。さっきお聞きしましたら、ツイッターをやってらっしゃる方は一人もいらっしゃらなかったということなんで、ツイッターをやってらっしゃる方がいらっしゃらないと、皆さんここにコメントも書けないということも実はそうなんですが、基本的なとこからですね今日やっていきますので、分からなかったらぜひですね、手を挙げて聞いてください。で、質問することもあるかと思うんですけど、質問に答えてくださった方にはなんとこれを差し上げます。はいはい、お楽しみということで、はい、まず最初、ソーシャルメディアって何っていうところで、いろいろですね世の中はどうなったかって話をしていきたいと思うんですが、2010年昨年の元旦にですね、当時首相だった鳩山さんが、元旦にツイッターを始めましたっていうのを発表したんですね。でこれで、ツイッターって何とかって言ってた方々が、鳩山さんもやってるんだから私たちも始めるかみたいな感じで、ツイッターっていうのが非常に注目されたのが、昨年の1月1日なんですね。でまずこれが、近々では1月1日にこういうことがありましたと。で、ツイッターの人口が増えていったと。で次にですね、ツイッター上でソフトバンクの孫正義さんが、こんなことを言ったんですね。ユーストリームと今まさにここでやっているような放送、ネット生配信の放送っていうのは、アメリカで始まったサービスなんですが、日本語がしてなかったんですね。画面が全部英語だったんですよ。でも日本でやってる方も増えてきたので、ぜひ日本語化してほしいっていうふうに、孫正義さんにツイッターっていうもので、誰かがお願いしたんですよ。ツイッター上でです。そうすると孫正義さんが、やりますと、日本語が決定、5月まで実現させますっていうのをツイッター上で発表したんですよ。で今までの普通の世の中の流れっていうのは、例えば、記者会見があって5月に、私たちの会社はユーストリームを日本化しますとかって発表したりとか、一番早くテレビとかで、ニュース速報とかで流れるものなんですけど、世の中が変わってきていて一番先に発信されるのがツイッターなんですよ。だからマスコミが今まで先に流してたのが今までなんだけど、そうではなくってツイッターから先に流れて、で孫さんに関して言えばもっとすごくて、例えばソフトバンクって電波が弱くて非常に問題もいっぱいあるんですが、電波をもっと良くしてくださいとか、こんなことしてくださいっていうような、一般の方々からクレームだったりとか要望がいっぱい来るんですね。それに対してツイッターっていうところでみんなが質問したりするわけです。こうしてください、してください。ただ、孫正義さんはその場でじゃあやりましょうっていう、やりましょうっていう言葉が有名なんですが、その場でやりましょうって言って、要するに社長決裁を下した。で、その後ですね、そのツイッターを見ているソフトバンクの社員さんが、社長がなんか言い出したよってことで、慌てて社員さんが、じゃあそれやらなきゃいけないんだということで実際に動き出すと。だから社員さんも、社長が何を新しく始めるかを、ツイッターで知ると。今までは会議をやって、なんか視聴みんなからこんな声が出てるんだけどどうしますかみたいな話があって、そうだね、これはこうこうこうでこうだからいつぐらい始めるかと言って社員さんに話してから、実際に皆さんにね公開するんだけど、それより先にもうツイッターで社長がどんどんこう言っているとということで、もうこれをですね、もう右往左往されるそうなんですね、社長の発言にというぐらいツイッターっていうものが注目されて、ツイッターって何なのっていうのをこの後話しますが、こういう時代になってきたと。で次にですね、有名な
2010年11月、昨年の11月に、尖閣諸島のビデオが YouTube に漏れたっていうのがありましたよね。で、これも、さっきの Twitter もソーシャルメディアだし、Ustream もソーシャルメディアだし、YouTube っていうのもソーシャルメディアって呼ばれます。ソーシャルメディア何ってこの後お話しますが、YouTube の漏れましたよね。これは、この戦国38というアカウントで、ある人が、YouTube にこう出したじゃないですか。でこれ YouTube に、僕が例えばその人がですよ、動画を撮ってアップしただけでは、誰もにも広まらないですよね。こっそりやっただけでは誰にも広まらないのに、なぜあんだけ広まって大ごとになったかっていうことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、ある方が戦国38という人がたまたまというか、ポッとこうアップしただけなんですよ。でそれをこれも深夜にアップしたんですよ。深夜にアップしたのをたまたま誰かが見つけたんですよ。世の中の人の誰か一人が。でそれを見てツイッターで誰戦国諸島の大変なことが動画で YouTube でアップされてるって言って、これどういうことなのっていうのをツイッターで書いたんですよ。でそれを見たお友達が何何それそれっていうことで、何何何何っていうことでみんな見てっていうことで深夜中にわーっと盛り上がったんですよ。でみんながそれで YouTube 見て、わ何これすごいことになってるじゃんって言って騒いでるわけですよ。でその騒いでるのを見て、翌朝テレビがなんか Twitter とか YouTube で今騒がれてんだけどっていうことでニュースにしたんですよ。わかります？今まではこういうものってテレビが一番最初にニュース速報で先に流れるんだけど、あのインターネット上、そのソーシャルメディア上では、要するに皆さん一般の方の方が先にニュースを知ってて、後からテレビが慌ててニュースを流すみたいな感じに変わってきてるですね、という非常に大きい事件だったんですが、例えば YouTube の、ね、尖閣諸島問題もありました。で昨年ですね、もう一個最後年末に大きいことがあったんですけど、大桃美代子さんが、元夫の不倫を暴露ってのがあって、あのツイッターのとこで、有名ですね、今年嬉しかったことはツイッターを始めていろんな人と出会えたことと、でショックだったのは元夫が、浅木さんと不倫してたことが分かったと、先発して尊敬したのにショック、どうして辛いっていうのを書いたんです。でこれはもう、浅木さんにとっても元夫にとっても寝耳に水、ましてや週刊誌や、そういう人は、2人が不倫してるかどうかっていうのもすっぱ抜いてないっていうか、まだ見つけてないのに、あの大桃さんが先に、ツイッターで暴露しちゃったと。で慌てて、そういうあの芸能リポーターとかテレビが取材に行ったりとかして、ツイッターで書かれてること本当ですかみたいな感じになってるんですよ。つまり今までは、その一般のですね方々が後で知ってたのが、もうこっちの方から、自ら暴露しちゃったりするし、そういう一般ユーザーから、こう漏れたりとか、っていう感じになってるんですね。で、ここまでが去年なんですけど、今年に入って、2011年1月にこれもう真っ黒で見えないですけど、ここ何が映ってるかっていうと、Facebook の創始者、Facebook を作った方が、ソーシャルネットワークっていうですね、それを描いた映画が日本で上映されて、一気に Facebook っていうものが日本で広まったんですね。その映画を通して Facebook を知って Facebook を始めるかみたいな感じで、起こっていったんですが、これもソーシャルメディアです。この辺の話も今日、したいと思います。で、この後ですね、これが1月に公開になって、その1月の末ぐらいに大きく事件になったのが、エジプトの反政府運動なんですね。エジプトは、ずっと独裁政権が続いてたんですけど、倒れちゃいましたよね。でその後リビアが今問題になってますけど、こういうものが、起きているのはどうやって起きたかっていうとですね、これをちょっとここに表してるんですが、もともとですねエジプトっていうとこは非常にですね、独裁政権になっていて生活難なんですね。みんな大変だったんですけど、反対反対っていう運動を、普通の街中でやると、5人以上でやったら禁止って言われてるのでできないんですよ。できないんですよ。でそこで、要するになんか5人が集まって反対とかって言うとすぐ捕まえられちゃうんですよ。でどう考えたかっていうと、
チラシをまいて、あの Facebook っていうとこにみんなで反対してる、私たちはなぜ反対かっていうことをインターネット上の Facebook っていう場所で、言い合おうぜとって言って、あの要するにアナログでやると怒られるから、インターネット上は怒る、あダメっていう規制はなかったんですよ当時。だからインターネット上でみんなで愚痴を言い合おうねみたいな感じでチラシをまいて、ここにみんなアクセスしてみたいな、まさにこれみたいな感じ、ここにアクセスしてみたいな感じで、ここでみんなで愚痴言い合おうぜみたいな感じでやったわけです。そうするとそれがどん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 盛り上がっていって、じゃあ実際にデモを起こそうとって思った時にはすでに何千人規模でできちゃったんです。普通あのいきなりですね、何千人規模でデモを起こすっていうのは、難しいんだけど、インターネット上で先にいっぱい集めてから一気に何千人が街に出たら警察とかも止められないじゃないですか。数人が集まってやりだしたのをどんどん増えていったら止められるけど、いきなり今日の何時何分にどこどこにみんな集まってデモするぜって言ってわって集められたら、さすがに、あの軍だってもすぐは止められないじゃないですか。だから、Facebook 上で呼びかけてデモをしようぜと決めたわけですね。で当日デモが行われます。反対反対って行われます。でそれなのに、今日はどうしても仕事があるから行けないと、抜けられないっていう方がいるので、その様子をインターネット上で生配信するからデモに参加しなくてもいいから、せめてネット上で見てくださいと、ということで、その様子をですねネット生配信する。だから仕事の合間とかに見てて、あみんな頑張ってるなと、俺も行きたかったんだけどなとって言って、その場をその時間を共感したわけです。共有したわけですね。本当は行った方がいいんだけど行けない人もインターネットを通して、あの頑張れと共有したわけです。でだけどそれでもその時間見れない人もいると、仕事で見れないとか用事がある方もいるので、その映像を録画したものを YouTube っていうところにアップしたんです。そうすると生で見れなかったんだけど録画で見て、やっぱりこれあのすごかったんだねと、もう今度だったら私も行きたいなみたいな感じで、みんなが見てたわけです。でこの YouTube で見たものを今度は Twitter っていうものを使って多くの人にみんなも見た方がいいよって言って広める運動をしたんですね。あのこの動画すごいから見てねって言って、でそれで盛り上がっていって、じゃあまた、その人たちが、このネット上の Twitter から Facebook というか集まって、さらにどんどん規模が上がって雪だるま式になっていって、結果的に国が倒れたということなんですが、ここでですね国は気づいたんです。インターネット上で集まって、そういうふうにわーってなってからアナログに降りてくると、だからインターネットを遮断すれば、その反政府運動は止まるんじゃないかということで、あの当時はですねエジプトには4つぐらいしかプロバイダーというネットをつなぐ会社がなかったんです。でその4つぐらいを全部国が抑えちゃって圧力をかけちゃって、それを遮断すればここで運動できないでしょと、ということでそういうことをやったんです。ところが、Twitter っていう会社とあと Google っていう会社が提携しまして、ネット回線を使わなくても電話で、そういう盛り上がれる場所っていうそういうサービスを教えてあの作ったんですよ。によって結果的に止められなくって、回ってしまってどんどん大きくなって、倒れちゃったというのが、今回のエジプトの反政府運動で、これを見てよその国が、うちの国ももしかしたら倒せるんじゃないかということで今広がっていて大変なことになってるわけですね。で面白いっていうか、注目の点はですね、ソーシャルメディアで注目の点はどこにあるかっていうと、今まではアナログの世界と、インターネットの世界っていうのが、バラバラに行われてた、要するにバーチャルな世界とリアルな世界みたいになってたのが、あのバーチャルではなくって、そこでアナログの人が、そのネットに集まって、ネットに集まって盛り上がって終わりじゃなくって、アナログに降りてくるんですね。でまたネットに上がってということで、そのアナログとネットっていう、ね、そのデジタルって分け方ではなくて、もう一つの世界としてつながってきてるんですね。これがソーシャルメディアの大きいポイントなんですね。であともう一個大きいポイントは、
どこにあるかっていうと、この反政府運動って盛り上がったんですけど、皆さん覚えてらっしゃいますかね。今年の1月ぐらいですけど、これのリーダーって誰か分かりますか。普通こういうのでテレビで毎日のように報道されてましたよね。そういう時ってリーダーが大体反政府のリーダーが出てきて、我々はこうこうこうでこうなんだって言って大体インタビューされますよね。で、もしくはなんか発表するじゃないですか、みんなに向けて。ないんですよ、ないんです。今まで の、そのムーブメントというか、反政府運動とかっていうのは誰か一人カリスマみたいな人がいて、その指示に従ってみんながじゃあやろうみたいな感じで動いていくっていう流れなんですけど、このソーシャルメディアのちょっとすごいところは、一人一人の力は小さいんだけど、誰がリーダーっていうことではなくって、みんなが集まることによって結果的に国も倒してしまうっていうところが、この恐ろしい力ですね。で、今何が問題かっていうとですね、これで倒しちゃったわけですよ。国を倒しちゃった。倒しちゃったんだけど、普通は反政府の、そういうリーダーがいたら、その人が後の首相とかなればいいんだけど、リーダーがいないじゃないですか。だから倒したんだけど、リーダーがいないから、今度今軍に抑えられてるわけですよ。そこを今問題で。ソーシャルメディアって、そういう皆さんの力で、ムーブメント物事を動かしていくことはできるんだけど、やっぱりカリスマっていうか代表っていうものが出てこなければ、うまくいかないんですよ。だけどソーシャルメディアって、そういうカリスマの力で動いていくもんじゃなくて、みんなの力で動いていくもんっていうのがベースにあるので、こういうね、やってみたけどそこが今問題点になってるというのが、このエジプトの反政府運動ですね。で、あと一個、今回のですね、震災時にツイッターが改めて注目された、これはですね、ツイッターっていうサービスの、ツイートってつぶやいた数のこう推移なんですけど、3月11日の震災時に非常に多くの人が、つぶやいた、でこれなんでこんなことになったかっていうと、今までの電話とか携帯電話、固定電話とか携帯電話っていうのは、こういう皆さんもご経験あるかもしれないんですが、震災とかっていう時があると、みんなが電話をすることによってアクセスが殺到して繋がらなくなるっていう現象が起きるんですよね。携帯電話も固定電話も同じです。だけど、やっぱり安否を確認したいし連絡を取り合いたいわけですよ。で、なぜツイッターがその時に注目されたかっていうと、インターネット通信っていうのは、このパケット通信というもので行われていて、パケット通信っていうのは、一つの回線を、みんながこう細かく切って、ちっちゃくして、同時に送れるっていう、技術なんです。だから今までのテレビ、固定電話とか携帯電話っていうのは、その回線が10人が使えるようになって、10人が使ったらもういっぱいでパンクするっていうような仕組みだったんだけど、100人でも1000人でも1個ずつこう区切ってちょっとずつみんなが送るみたいな仕組みがパケット通信で、そういうもので成り立っているので、ツイッターはつながって、ツイッターを通して相手のツイッターにメールとか送れば届けた、連絡が取れたということで非常に注目されたんですね。で、ツイッターっていうのがソーシャルメディアなので、ソーシャルメディアってすごいんじゃないのっていうのが、今回の震災の時には非常に言われたことです。で、これがこの1年半ぐらいの流れです。で、これは阪神淡路大震災の時とかはまだインターネットもまだまだ全然だし、ソーシャルメディアなんてまだないし、こういう問題は一切出てこなかったんですけど、今は、すごい世の中が変わってこういうことになってると言われているのが、ソーシャルメディアと呼ばれるもののちょっとベースなんですね。はい、ではですね、実際にそれぞれをちょっと見ていきたいなと思うんですが、はい、なぜ注目されるのか、理由に今度入っていきますね。今ちょっとニュースをやりました。まずこのようなサービスがソーシャルメディアですよということで、いっぱいちょっとアイコンあります。ミクシー、ちょっと聞きましょうかね。ミクシーやってる方ないですね。一人、はい、ツイッター聞いたの、フェイスブックをやってるって方、お、二人、はい、じゃあ、YouTube を見たことがあるって人、見たことある、
見たことがある方が多い。はい。あとですね、何がいいかな。モバゲー。モバゲーのやってる。いないな。モバゲーやってるのいない。テレビでよく宣伝してるグリー。グリーをやってる。ゲームですね、ゲームとか。いない。2チャンネル。2チャンネルを見たことがある。見たことある。はい、ありがとうございます。アメブロ。アメブロをやってる。はい、ありがとうございます。ユーストリームを見たことがある。あ、今見たことあるじゃないですか。はい、大体わかりました。こういうようなものが、ソーシャルメディアって呼ばれるものなんですけど、じゃあ具体的に何っていうことを、今からですね、説明していきます。はい、これはソーシャルメディアの一つである Facebook っていうですねサービスがあるんですね。アメリカの会社のサービスなんですけど、ここの、とこに書いてるんです。ちょっと読みます。Facebook は、友達や同僚、同級生、近所の人たちと交流を深めることのできる、ソーシャルユーティリティサイト、そういうサービスですと。で、Facebook を利用すれば友達の近況をチェックしたり、写真をアップロードしたり、枚数は無制限、リンクや動画を投稿したり、知り合いと連絡を取り合うことができます、そういうサービスですと。で、ここでは書いてないんですけど、しかも無料ですというのが、ソーシャルメディアです。ソーシャルメディア基本的に全部無料です。有料版もありますけど、基本は無料でできる。例えば、Facebook でメールのやり取りができる。 Facebook で近況報告ができる。今何してるとか、今日どこどこ行きましたっていうのができる。ブログを作れる。写真をアップできる。今日セミナー受けてきましたとか、今日こんな美味しいもの食べましたとか、動画をアップしたりできる。みんな見てって、今日こんなうちの子供可愛いでしょとか、あと共有っていって、いろんな、いいサービスとかをみんなでここで一緒に見ようねとか、ファイルをここに置いてみんなでこう見てねとか、ワードのファイル見てねとかっていうことができる。チャットという、チャットってわかりますか？こういう感じの文ですね。チャットというもので、やり取りができたり、わからないことを質問したら誰かが答えてくれたり、こういうことが全部この Facebook でできるです。ソーシャルメディアの1個ですよ。代表的な1個ですけど、できる。で、さっき挙げた、ここにあるですね、いっぱいあるものっていうのは、例えば YouTube は動画を投稿できるのは YouTube だし、ネット生配信ができるのが Ustream だし、ブログができるのがアメブロだしっていう感じで、それぞれそういう特化したサービスはいっぱいあったんです。だけど、Facebook が今注目されているのは何かっていうと、全部できる。全部できる。で、どういうふうなコンセプトになってるかっていうと、なんかどっかが新しいことを考えて、そういう新しいサービスが注目され出すじゃないですか。そうすると、そういう会社を買収しちゃうんですよ。Facebook って感じ。もしくはその会社と同じようなことを自分たちもやり始めるんです。どん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 いいことだと思ったら、どん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 自分たちがやり始めるんです。そうすると、ここ見れば全部できるから。動画は YouTube とかなんとかなんとかってめんどくさいじゃないですか、いっぱい出てきて。でも全部ここでできるっていう風に持っていってるから、まあすごいんですが、考え方はここにあるように、友達とか同級生、近所の人たちと交流深めることができるツールが Facebook もしくはソーシャルメディアです。ではですね、ちょっともう一回構図を、さっきお話した文を、書いていきたいと思うんですが、はい、そうこう言ってると、これ8人になりました。誰も書いてくれませんが、横田さん分かりやすいとかね、誰か書いてくれると私もやる気が出るんですが、まあ、誰も書いてくれないんですが、ちょっとじゃあ行きますね。インターネットの歴史から紐解きますということで、今までのインターネットの考え方っていうのは何かっていうと、自分の趣味のこととか、自分の、みんなに伝えたいこととか、自分の日頃やっていることとかを、なんかホームページっていうものを作って、インターネット上にこの人がアップする、アップして満足だったんですよ。アップして満足だけど、それをさっきみたいにお友達にここ見てと、ここ見たら私の情報見れるから、友達に口頭で言うとかメールとかで言って見てねと、私の可愛いあのにゃんこがいっぱい写ってるから見てねとかって言ってたんです。ところが、インターネットが普及してくると、
その知ってる人だけじゃなくて知らない人の情報も探せるといいのになと思うようになったので、 Yahoo とか Google っていうサービスが出てきて、世の中のホームページを検索して探せるようにしてあげますよと。もう世の中にいっぱいホームページがあって皆さん探すの大変でしょと、私がそういうのを見つけるサービスをしますよっていうのを始めたことによって、いろんな人たちが Yahoo とか Google を通して誰か知らない人がアップしたものを見れるようになったんです。これがちょっと前の世の中、インターネットの。ところがソーシャルメディアが出てきた時にどうなったかっていうと、世の中にいろんな人がまあいるわけだけど、これがFacebook、 例えば Facebook っていうところで全員がつながっている、全員が Facebook っていう中にいるんですね。人がいて、例えばある人がなんかこれみんな見てってことで情報を出すと、みんながここにアクセスすればみんなが見れて、コメントをしたりとか、できると。この人はチャットで誰かとお話をしたいなって思って、誰かお話しませんかって言ったら、この人とこの人がお話ししたり、3人にお話ししたりとかできる。ネット生配信するよって言って、みんな見てねって言ったら、ここにいる人たちがみんなここに見に来る。ブログを書いてから見てねとか、動画アップしたから見てねって言うと、みんながそこでつながって見れるとっていうのが Facebook とかソーシャルメディアなんですけど、こういうふうに変わってきたんですよ。で、インターネットって皆さん意味わかりますか？インターネット。よくですね、インターネットっていうのは世の中のホームページっていうのを、こう蜘蛛の巣のようにつなぎ合わせて、つないでいくっていうイメージ、もしくは、それぞれのパソコンとパソコンを全部こうつないでいくっていうイメージが今までのインターネットの定義なんです。網を張るという、どこでも全部同じ情報が見れるようにしようっていうのがインターネットの定義なんですけど、ソーシャルメディアっていうものの定義の一番根本は人でつながってるという点なんです。機械とかホームページでつながってるんじゃなくて、人でつながってるっていうところがポイントなんですね。はい、じゃあ次にですね、ちょっとこんなのも見てください。皆さんご存知ですか？オバマ大統領が選挙にツイッターなどを使って当選したっていうのをご存知ですか？オバマさんは普通今までの政治家っていうのはマスメディアとかにお金をいっぱい出してそこで宣伝をしてですね、もしくはチラシとか撒いたりとかしてお金をいっぱいかけて選挙に勝っていったんだけど、オバマさんっていうアメリカの大統領はそうではなくって、ツイッターっていうものを使って、ソーシャルメディアを使って自分の考えを世の人に広めて、当選したと言われているんですが、これって嘘って知ってました？嘘なんですよ。これついこの間ですね、暴露したんですけど、実はオバマさんはツイッターを一度も使ったことがないっていうことが判明したんです。これは誰かがやってる、秘書が。オバマさん一応公式ですよ、なりすましじゃなくて公式なんですけど、オバマさんが実際に打ってんではなくて言ったことを誰かが投稿したりしてたっていうことが分かって、ちょっとがっかりの話なんですけど、だからソーシャルメディアって本当はその人が発信してるからこそみんなね、興味持って見てたんだけど、実は違ったんですが、このオバマさんが選挙というですね、この公的な場所、社会的な場所で、こういうツイッターっていうのを使い始めたことによって、ソーシャルっていう社会的な公的なっていう活動に使ってるよねということで、ソーシャルネットワーキングサービス、ソーシャル、社会的な、人々をつなぐネットワークのサービスということで、ソーシャルネットワーキングサービスっていうふうに言われるようになったんですよ。なぜソーシャルっていうかっていうと、このオバマさんの選挙活動でこれで当選したっていうことが、まあ、ネックっていうかベースになってるんだけど、実はオバマさんはやってなかったっていうのが後から分かったんですが、であと一方でソーシャルメディアっていう言い方もするんですね。でなんでメディアっていうかっていうと、今までのマスメディアっていうものと対比して、ソーシャルメディアと、今までのマスのやり方とソーシャルメディアのやり方、さっきちょっとお話ししましたよね、で行ってきたと。でちょっとこのソーシャルメディアとマスメディアの話を今からしたいなと思うんですが、さっきちょろっと言いましたけど、今までの世の中っていうのは、
ある確立した情報、一つのですね、ある情報をテレビとかラジオとか新聞っていうマスコミがその情報を不特定多数の 何億人何千万人の人に流すことによって同じ情報が全員こう流れるというのが今までの流れ方。皆さんは総視聴者だったんですね。見るだけ聞くだけだったのが今までの世の中なんですけど、さっきずっと話してきたようにあのソーシャルメディアっていうのが発達したことによって誰かが、もう芸能人の一人が、不倫の暴露した例えば誰かが YouTube に出したものを人々が広めて、後からマスコミが追うみたいな感じで、ここにあるようにですね、人々がジャーナリスト総ジャーナリストの時代になった。みんなが、パパラッチ状態になった。今までは芸能リポーターとかがね張り付いてやってたのに、あ、この間もニュースになりましたけど、あるサッカー選手とある女優さんだったかなモデルさんだったかなが、あるレストランに行って食事をしてたんですって。でそれを、働いてた女の子が誰々さんと誰々さんがこんなとこに来てるっていうのをツイッターであの実況中継したんです。なんか今何々食べたとかって。でそれを見て、マスコミが、誰々と誰々が、熱愛みたいなことを報じたりとか。だからもう誰が見てるかわからないんです。今まではそういうことなかったんですよね。だからこっそりやっててもバレなかったんだけど誰かが見てるわけです。ですぐ投稿しちゃうわけです。本当悪いことできないですよ今っていう、総ジャーナリストの時代になったというのが今なんですね。でさっきもお話ししたようにですね、今まではマスメディアが流れた情報、テレビとか新聞とかが流した情報を例えばブログとかツイッターっていうものでみんなが、今日テレビで見たんだけどこうだってああだってみたいな感じで流れていってたんですよ。テレビで流した情報を見た人たちがさらに広めるのをソーシャルメディアを使って広めてたんですけど、それが最近はソーシャルメディアで広めた情報を後からテレビとかが慌てて放送するみたいに順番が逆になってきたんです。だから、こう2つが対比して言われるんですね。今まではマスコミが強かった、マスコミの報道が強かった。今回の原発とか地震の報道もそうなんだけど今もう全部逆なんですよね。例えばあの被災したとこで、皆さんが視聴者が動画を撮って、それを、マスコミが、ね、テレビで放映するみたいな感じでもう逆になって、今までは動画を撮るとか例えばねネットで配信するとかで大変だったからやっぱりあのお金がある人とか力がある人が強かったんだけど、あの普通の一般の人たちこういうふうに私でも今9人増えましたけどこういうふうに見てもらうことなんか書いてますね。さすがにいつも分かりやすいですねと。ソーシャルメディアはを紐解いて教えてくださるなんちゃらかんちゃら、みんなもぜひご覧になってください。 ありがとうございます。拝読しています。いつもながら分かりやすいですね。横田さんよろしく。あ、平野さんです、はい、こういうふうにコメントが入るわけです。だから私はどこに向かって喋っていいのか分からないですけどあのここに向かってもイエイって感じで、カメラに向かっても喋らないっていう風に変わってきたり、昔はアナログ、アナログのチラシとかで、人々に広めてたのが、アナログ使うと結構お金かかるんですよね。チラシ巻くとお金かかるんだけど、デジタルは非常にお金が安くできる。メールで送ったりするのはタダですよね。インターネットソーシャルメディアを使って広めるのもタダで基本的にできるんで、安価にできるようになった。この X、バツ、クロス、両方使う。アナログだけでもダメだしデジタルだけでもなくて両方使うと、マスメディアは非常にお金がかかって有料なんだけど、ソーシャルメディアって無料のものと両方これをクロスして両方やると、もう全部やるというような形で、皆さんが、こう情報をみんな多くの人に知ってもらいたいときに、どんどんクロスになってやっていくって世の中になったと。だからもうなんかデジタルとアナログとかなんかマスメディアとソーシャルメディアとかそう比較するものじゃなくて全部ひっくるめて今の世の中なんですよ。だから、まあ別に皆さんを脅してるわけでも何でもないんだけど、どっちかがないっていうことは非常にもったいないですね。皆さんの活動を伝えたいとか、いろんな人を教えたくても、こっちがなかったりすると伝わらない、半分伝わらなかったりするわけなんで、まあ専門用語ではクロスメディアというんですが、どんどんクロスしていきましょうねという感じになっています。
はい、では次ですね。でここからちょっとですね、また違う話になってくるんですが、今ですね、なんでソーシャルメディアが注目されたかっていうところを今紐解いてるんですが、そもそもですね、世の中の情報っていうのはどのぐらいのスピードで増えてるかっていうと、ここにあるスピードでどん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 情報が増えてるんです。情報って何かっていうと、例えば皆さんどうでしょうか、朝起きたら、新聞が届きますよね。新聞にはいっぱい情報入ってるし、テレビをつけたらテレビでどんどん情報が流れてるし、CM ではじゃんじゃん CM が流れるし、パソコン開けたらなんかメルマガとかいっぱい届いたりしてるし、働いてる方だったら会社行ったらファックス DM とファックスがいっぱい来たりとか、ポストにはいっぱいチラシが入ってたりとか、ポスティングがあったりとかって言って、どんどん情報が入ってる。で、街中歩くと看板がいっぱいあったり、ホームページ見たらいろんな情報がいっぱいあったりと。で、どんどん情報って増えてるんですよね。で、当然、江戸時代は全部ないですよね。今言ったのほぼ全部ないじゃないですか。ないですよね。じゃあ、江戸時代の人と今の人の情報量ってどのぐらい違うのかっていうちょっとお話をしたいと思うんですが、皆さんが、江戸時代の人が、違うか。皆さんが1日で入手する情報量、いろんな情報が入ってきますよね、は江戸時代の人のどのぐらい分だと思いますか。江戸時代の人が今皆さんが1日に得てる情報を江戸時代の人だったら何日かかって集められるでしょうかと。テレビもないから今だったらもう世界中の情報をね瞬時に入ってくるけど、ブラジルで今どうなってるのっていう江戸時代の人を探すの大変ですよね。はい、どうでしょう。 適当です。10日分とか10年分とかだよな。1ヶ月ぐらい。ブルーですね。でもせっかくなんで、はい、おめでとうございます。はい、じゃあもう一人ぐらいお聞きしましょう。じゃあこちらの、はい、何日分ぐらいだと思いますか。何年ですかね。30年分。あ、惜しいですね。ブーです。はい、差し上げます。トランプですよ。あの偽万円と書いてますね。じゃあどのぐらいかっていうと、江戸時代の人の一生分って言われてるんですよ。まあ、江戸時代の人の一生って何年ですか。まあ、30年、ちょっと短いですよね。40年とかぐらいを今1日で皆さんは得てるんです。じゃあ江戸時代の人と今の人ってどのぐらい頭良くなったと思いますか。そんなに頭良くなってないですよね、きっと。そんな変わらないですよね。何が変わったかっていうと、こういう機械が変わってるわけですよ、デジタル機器。だからこういう、例えば iPhone 買ったとか携帯電話とかいいパソコン買ったりとかすることによって、情報もいっぱい増えるけど、皆さんも一生懸命処理しようとしてるんですよ。一生懸命だからね、連絡がつかないから携帯電話持つようになったし、例えば、インターネットあったら便利だからってパソコン買ったりインターネット買ったりするようになったのは、情報処理するために皆さん頑張ってるんだけど、この、このぐらい増えてるのに対して情報を収集する能力はこのぐらいしか増えてない。全然追いついてないんですよ。だからもう溢れてるんですよ今で。その情報処理するのに使ったのが、ここにある Google というサービスなんですね。例えば検索サービスで皆さん一生懸命調べたりとか情報を探すのを使ってるんですけど、どのぐらい増えたかっていうと、2006年に27億回検索されてたものが、今ですね、2011年には310億回になってると。毎月10倍ぐらい増えたんですよ。皆さんも、昨年より今年検索する数は増えてると思うんですよ。じゃあもう一回ですね、ちょっと冷静になっていただきたいんですけど、パソコンがない時代、 Google がない時代は皆さん検索しないで困ってましたかと。そんな困ってなかったでしょう。なのになんで今こんなに検索してるんだっていうことなんです。ですよね。つまり、そのぐらい情報が溢れてるから、
自分が検索してさばいていかないと間に合わないってことです。昔はテレビが言っててテレビがいいよって言ったら、あ、そうなのと思っただけで片付いてたんだけど、もういろんなとこがいいよいいよとか言ってるし、よくわからないって形になるから、これ検索サービスがどんどんみんな使うようになってるわけですね。ところが最近検索サービスでも問題が起きています。それはどんな問題かっていうと、買い物するときに検索エンジンを使う人が8割ぐらいいる。ネットで買う人がいる。ところが検索したけど欲しい情報が見つからないって人が6割ぐらいいると。例えば、この間も私、これはネットじゃないですけどあったんですが、例えばエアコン買いたいなと思った時にエアコンって検索するとエアコン売ってるホームページがいっぱい出てくるわけですよ。で、昔はエアコンって検索したらエアコン売ってるホームページが2個とか3個しか出てこなかったんです。売ってるとこなかったんです。ただ2個か3個から買えば、探せばいいじゃないですか。でも今10も20も100も出てくると、まずどの店で買うんだと、で商品もいっぱいあってどの商品がいいんだ悪いんだっていうのが分からないと、分からんじゃんと結局検索しても。で、人々はどうなってるかっていうと、男女合わせて3人1人が口コミの検索を行って、要するに人の声を参考にしないと自分一人で判断できない、情報が多すぎて、で口コミっていうのを参考にしてるっていうのが、出てきました。で、なぜこんな風になってるかっていうと、次にあるようにですね、コンピューターは一生懸命頑張って、皆さんのお役に立つように頑張ってるんだけど、まだ人間の脳に追いついてないんですね。で、人間の脳に追いつくのは、なんとですね2013年って言われてます。あと2年後にはコンピューターは人間の脳に追いつく。皆さんが、普通に、これいい悪いっていうふうに判断しているように、検索結果でも皆さんが一番いいと思うのがちゃんと並ぶ時代があと2年後に来ると言われてるんですよ。で、この、ちょっと兆しはもう出てきてるんですが、でも現時点ではまだなってないわけです。だからどうするかっていうと、次に、あるように人に聞くですよ。さっきの口コミ検索のように、信頼度の高い媒体は、知人の推奨がインターネット上に書かれている口コミ情報という人が増えている。今までは検索しただけで分かったとか、検索する前は、まあ、テレビの情報だけ信じてればよかったんだけど、もう全然ダメで、結果的に今どうなったかっていうと人に聞いてるわけですよ。で、次にですね、これ私がいつも言ってることなんですけど、今までは皆さん検索しないで物を買ってたよねと。パソコンがない時代、インターネットがない時代は検索しないで買ってた。じゃあどうやって買ってたかっていうと、知らない人よりは知ってる人から買ってたわけです。知ってる人よりは、知ってるっていうのは名前を知ってるってことですね。名前を知ってるよりは顔も分かる人から買ってたんですよ。で、顔が分かるよりは本当に会ったことある人から買ってたんです。会ったことある人よりは、実際飲んで美味しいよと、使ったことある人から買った方が間違いなかったんです。使ったことある人からよりも自分が今使ってあるものをもう一回買ってたんですよ。全ては人を安心して物を買いたいっていうもとに動いてたんです。だから、お友達がこれ使っていいよって言ったら、そうなのって言ってそれを使ってたんですよ。ところが皆さんはちょっと賢くなったというか、ずるくなったんです。例えばお友達が、例えばこの名刺入れがいいよと言って、あ、そうなのって言って、これどこのやつって調べて、型番とか調べて、後でインターネットで探せばもっと安いになるんじゃないか、これいいよって言ってるけどこれのライバルとかでもっと安くていいのあるんじゃないかと思って、そのお友達から買わないで検索して買った方がいいんじゃないって思うようになったんです。これは友人たちへの裏切り行為だったんです。昔はインターネットがない時代はこれいいなと思っても他で売ってるとこを探すのが大変だったわけですよ。だからその人から買うしかなかったんですよ。だけど探すとこがいっぱい増えたので、検索すればいいじゃんと、もっと安いとこあるかもしれんじゃんと、同じものでもと思うようになったので、皆さん検索とかして買うようになったんですが、検索したけどやっぱ分からんじゃんというのが今なんですよ。
で、わからんじゃんってなった時に、今までその友達を裏切っといて、また同じお友達に、ところでさ、この間の商品って、お宅から買いたいんだけどっていうのは、ちょっと嫌なんですよ。プライドが許さないです。だから、どうするかっていうと、ソーシャルメディアというインターネット上のお友達に聞くんですよ。これが世の中の今流れなんです。だから、インターネット上の友達にね、いっぱいいて、その人に聞いたらいいじゃんと。っていうのが今の世の中の流れなんですね。はい。この辺までが、前半、ちょうど1時間ぐらいですかね。はい。もうちょっといきます。じゃあ、まだ1位なんで、もうちょっといきますね。じゃあ、ソーシャルメディアとはっていうところで、実際にソーシャルメディアっていうのが普及してきたことによって、世の中がどう変わっていったかっていうふうなことを話していきたいと思うんですが、まず1つ目。そもそもなぜソーシャルメディアが普及してるかっていうとですね、私も持ってますけど、ここにあるようなスマートフォンと呼ばれる iPhone とかですね、こういうものがあるんですが、スマートフォンをちなみにちょっと聞きましょう。持ってるっていう方、 Android とか iPhone とか、はい、ありがとうございます。いつも後ろの方ばっかりですねはい、ちなみにこれはどのぐらい今流行ってるかっていうと、東京とか首都圏では3人に1人ぐらいが今持ってる。これ山形県出てますか？ここですよ。今、1% ぐらいなので、逆に多いぐらいです。今数人挙げられただけで多いぐらいなんですけど、だけど今までの世の中の流れって、東京で流行ったものは、地方でも流行りますよね。この波って必ず来るんですよ。なので、山形でも3人に1人が使う時代は多分数年後には来るわけです。だから最近テレビのドラマとか見てて、スマートフォン持ってる人多くないですか？ドラマで。あれは向こうではもう普通なんですよ。山形の人にとってなんでみんなこれ持ってるのと思うけど、向こうはもうそんな感じなんです。で、このスマートフォンが普及したことによって、これ簡単にもうピッてやったら電源が入って、ピッてやったらすぐインターネットにつながるので、非常に簡単なんですね。今までは、家に帰って電源入れて立ち上がるのを待って、インターネットエクスプローラーとか開いて検索してとかでやったのが、もう一瞬でこうつながっちゃうと。というところで、その辺がソーシャルメディアの普及に影響しています。で、他にですね、iPhone と Twitter っていうのがあるんですが、iPhone が、これ iPhone っていう検索数がとか Twitter とかで検索数を調べるサイトがあるんですけど、そこで調べると、iPhone っていう検索数が増えてきたのと Twitter っていう検索数が増えてきたのがこうほぼ一緒の感じで増えてる。この辺も裏付けとして、スマートフォンが流行ってきたことによって、ソーシャルメディア Twitter とかも流行ってきたっていうことが言えます。で、他にはですね、特徴ということで、スマートフォンって何っていうと、一つ目はですね、通話機能を備えた小さなパソコン。これもうパソコンなんですよ。携帯電話じゃなくて小さなパソコン。で、二つ目にタッチパネルといって、ボタンじゃなくてもうこの画面ディスプレイを打つと、ポチポチ押すと、動くという。だってこの iPhone に関して言えばボタンここ1個しかないですから、ね、携帯電話いっぱいありますよね。タッチパネルで、ボタン一つで瞬時に電源が起動すると。一瞬で。で、ボタン一つで瞬時にインターネットにつながる。で、インターネットの接する料金の定額制、これはちょっとスマートフォンとは関係ないんですが、いくら使っても同じ金額でインターネットができるようになった。あとですね、特徴の一つに、位置情報といって、今私がどこにいるかっていうのを、このスマートフォンっていうのを把握していて、カーナビみたいに、こう歩けば地図も動くんですね。今どこにいるよっていうのが分かる。そういう位置情報、要するに GPS といって、お空にある衛星とこれとが通信をしていて、あなたはどこにいるよっていうのが分かる。例えばこれ iPhone を、私はこう山形で忘れて帰って新潟に明日戻るじゃないですか。で、俺どこで iPhone 忘れて帰ったんだっけと思ってインターネットで私の iPhone どこってやったら、山形のここですよって教えてくれるんです。位置情報があるから分かるんです。そういうものもあります。
あとは最後に豊富なアプリケーションソフトっていうのがあって、今までの携帯電話は買って終わり。だから高機能な、ね、携帯電話買おう、テレビ付き買おうとか、こんなん買おう、ラジオ付き買おうとか、例えば写真が付いてるの買おうとか、カメラが付いてるの買おうってやってたんだけど、iPhone とかスマートフォンの考え方は、ここにソフトをどんどん入れることによって、自分好みの パソコン、小さいパソコンを作るっていうイメージなんです。どん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 カスタマイズ していこうねっていうのが、スマートフォンの簡単な説明です。はい。で、こういうふうな世の中になっていて、購買行動がどう変わったかっていうとですね、こうなりました。今まで、これちょっと復習になってきましたけど、マスメディアと呼ばれるものがあって、人はどうやって物を買うかっていう時に、例えばテレビで、例えば誰かが、芸能人が、iPhone いいよと、もしくはテレビのコマーシャルで iPhone のコマーシャル流れてますよね。それを見て、人々はそれを見て、注意させられたわけです。気づかされたんです。これアテンションって言いますが、気づかされて、で、次に人々は買うとしたら、インテレストと言って、興味を持つ。欲しいな。もっとどんなになってんだろうっていうふうに、いろいろ詳しく見たいなと思うよ。興味を持っていって、じゃあそれで買うかって言うと、それでなかなかまだ買わなくて、3番目に買いたいという欲望が出てくるんです。欲しい、絶対買うんだと欲望が出てきて、そこで最後の A というアクションに行く人のことを衝動買いって言うんですよ、ね、買いたいって言うんですぐ買う。だけど普通は、M というですね、メモリーっていう記憶があって、いや待てよと、ちょっと奥さんに相談しようとか、お財布に相談しようとかって言って、とりあえず記憶しておいて後から買おうっていうのが今までの世の中の流れで、この頭文字を取って、アイドマ理論って言われてたんですね。で、全ては最初マスメディアと呼ばれるものに、皆さんが認知させられたことによって買うっていうのが始まってたんです。ところがインターネットが出てきてどう変わったかっていうと、同じようにテレビでコマーシャルで iPhone いいよとかって言って、でいいなと思って、気になるなと思って、でここで今までは買いたいと思った時に、今まではソフトバンクのお店とかアップルのお店に行ってたわけです。でも皆さん賢くなったので、サーチという検索すればいいじゃんと、安いとこあるかもしれんと、もっと近いお店あるかもしれんって言ってサーチするようになったんですね。検索して買うと、で当然この間に M っていうメモリーも本当あるんですけど、検索して買うと、で買って終わりじゃなくて、A はアクションですね、で終わりじゃなくて、最後にシェアというですね、共有っていうものをする。共有って何かっていうと、インターネット上に、自分が iPhone 買ったよとかっていうことを、公開するようになったんです。ブログを書いたりとか Twitter でつぶやいたりとかっていうことで共有するようになったんですよ。これいわゆる口コミ情報ってありますよね。買ってよかった悪かったみたいなことを、自分一人が持っとけばいいのに、わざわざインターネット上にみんなが書き込むようになったわけです。まさにこの共有している状態のメディアのことをソーシャルメディアなんですね。人々が、そうネット上に書いてる。でこの共有している情報を見て今どうなったかっていうと、 T というですね、思考って書いてますが、Twitter の T でもあるし、Think というですね、考えるところ思うのし T でもあるんですが、今までは、なんていうかな、自分が欲しいなとか買いたいなとか、これいいんかなと思った時に思ってるだけだったんですよ。思ってるだけだったんだけど、 Twitter っていうツールはこの後話しますけど、自分の思ってることをつぶやこうねっていうツールなんですね。 Twitter でつぶやきツールなので、つぶやくって思っていることをポロっていうことじゃないですか。で今まで世の中に、自分の言語、思考っていう考えていることを言葉にしたり見える化するツールは世の中なかったんですよ。日本じゃ世界の発明なんですよ、ツイッターっていうのは。あります？思ったことを書かなかったんです、今まではね。秘めておくもんですよね、普通は。それをポロって書いたことによって、他の人々がそれを見て興味を持って、そこで今までだったら検索して買うんだけど、今は検索してもいい情報がわからないので、コンペアといって比較する、
口コミ情報、友達の意見を参考にしたり、検索したり、テレビの情報を参考にしたりとか、比較してアクション買うと。で、買った情報をやっぱり共有すると、シェアすると。で、シェアした情報を見て、お友達がまたそれを見ていいなとかって言って、人々がいいなって言ったのを見て、他の人がまたそれをいいなと言って買っていくと。というふうに、世の中、このアイドマから挨拶になって対価する理論、まあ、対価する理論ってこれ私が唱えていて、こんなこと言ってるの私世界で一人しかいないんだけど、対価する理論っていうふうに今なってると。で、これは完璧にこっちからこっちに移行したって意味ではなくて、今まではこういう買い方が10だったのが、インターネットが出たことによって、これが例えば6のこれが4とかになって、ソーシャルメディアが普及したことによって、これが例えば5の3の2とかっていう風になっていったと。当然テレビの影響で買う人もいるけど、人々がいいよって言ったことで影響されて買う人もいるとっていう感じで流れてきてるわけですね。で、ポイントはですね、この S がある場所、ここでちょっと前はここでサーチという時に、そうだ検索すればいいじゃんって時にパソコンに電源を入れて検索してたんです。ここで初めて電源を入れてネットにつなげてたんです。ところが今は常時接続だから常にネットにつながってるんです。ネットにつなげててもタダだし、パソコンでつなげててもタダだし、iPhone とかでやってもすぐつながるじゃないですか、インターネット常時接続なんです。だからインターネットに常時接続できるようになったことによって、こういう買い方が変化が起きているということなんですね。だからもうなんか今までのようにわざわざインターネットを覗きに行くっていうんじゃなくて、もう生活の一部になってるんですね。で、よくアメリカ人は Facebook って何って聞かれた時に、 Facebook は空気だって答えたりするんです。もう、普通にあるものなんですよ。で、皆さんパソコン立ち上げたらトップページ大体 Yahoo にされてませんか？アメリカ人はトップページ Facebook なんです。 Yahoo みたいなそういう大手の情報を見るんじゃなくて、まずは友達の情報、友達の情報の方が大事だからっていうふうに、まあ変わってきてるぐらい、世の中で大きく変わってるんですね。で、ちょっと前半の最後なんですが、ソーシャルメディアとマスメディアの大きな違いということで、これは皆さんにはあまり話す内容じゃないかもしれないんですが、購買行動ですね、商売していくときに大事な考え方があって、それはですね、お店が言いたいこと、うちの商品はこんなにいいんだよ、こんなにすごいんだよっていうのは、今まではそれを言ってただけでよかった。それはマスメディアっていうものを使ったりとかして、宣伝すればそれでよかったんだけど、今、それでは人は物を買わなくなってる。なんでかっていうと、お店が自分の商品いいっていうのは当たり前だからなんです。今まではでも、人々の感想を聞く場所がなかったからそれを信じるしかなかったんだけど、今ネットを検索したり口コミがいっぱい上がってるから、いくらメーカーがいいと言ってもネットで検索すればそれは実は良くないってこととかも分かるんですよ、すぐ。で、お客さんが本当に知りたいことは何かっていうと、ソーシャルメディア上に書かれてる。メーカーはいいって言ってるけどみんなどう思ってるのとか、実際使ったけどどうなのっていうことはソーシャルメディアっていうところに書かれてるんです、ブログとかツイッターとかに。で、この差をお店は言いたいこと言わなきゃないんだけど、お客さんの聞きたいこと、本当に知りたいことも、言ってあげなきゃいけない。この差を埋めていくっていうことが、まあ専門用語でマーケティングっていうんですが、そのぐらいもう、2人は別物なんですね。で、今まではこっちしかなかったのが、こっちが普及したことによって、その企業が、物を売るっていうことが非常に難しくなった。難しくなったっていうのはどういうことかっていうと、ちょっと悪く言えばボリにくくなった、ぼったくりにくくなったってことです。この商品はすごいんだから、これ5万円だって言えば5万円で売れたんですよ。だけど、でもこれって実はこうこうこうでこんなものでできてるから、実は原価3万円でしょとかっていうことを誰かがブログとかで書くと、3万円以上じゃ高いでしょっていうことが分かっちゃうじゃないですか。
そうするとお店に行って、これ実は3万円ぐらいでしょとかって値引きしなさいとか、もしくは誰かがどこどこの店で買ったら4万円で買ったよって言ってんだけどっていうのを情報を仕入れられるから、4万円で売ってよとかっていう風になっていくと、どんどん利益が取れなくなるんですね。まあ、だからぼったくるとか利益を取りにくい仕組みになってきてる。で、まあ、私はあんまりこう言うとあれなんだけど、インターネットが普及したこととソーシャルメディアが普及したことで、景気は悪くなってると思います。要するに大きい大企業が、利益を取りにくい構造になってきたんです。結局もう検索したりとか、より安いものとかよりいいものっていうのをみんなが賢くなったことによってすぐ探せちゃうので、金かけていいよって言ったことが伝わらなくなってきたんですね。だから本当にいいものしか売れないんだけど、いいものもだから値段高くて売れるかって言ったら、みんなが、ね、それ高いでしょっていう感じになるので、非常に利益が取りにくくなってるというのが、ソーシャルメディアの前半ですね。はい、ここまでが前半何分ぐらいでしょうか。1時間10分ぐらい、ですが、ちょうど1が終わったんですが、で実際に代表的なソーシャルメディアを今から見ていきたいと思うんですけど、ここまでで質問ある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。もうちょい言って大丈夫ですかね。1時間15分で半分ですよね。ということは45分ぐらいで半分、あ、ちょうど半分なんですね。もうじゃあちょっと休憩しましょうかね。はい、ではですね、ちょっと中途半端ですが、手前の時計で10時50分まで、8分ぐらいでしょうか、休憩したいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。